今回紹介するのは東大教授が教える知的に考える練習という本です身につけたなら一生ものの財産となるように思う大変地味な本だ最近は槍のビジネス書にあるような多色刷りおまけに重要点にマーカーが前もって付されている風ではないイラストもない文字ばかりである内容もオーソドックスといえばオーソドックスだが それでもその提供方法は決してありきたりではない与えられた情報を知識をもとに考える上での確かで永続性のある方法を例えを用いて大変わかりやすく提示している身につけたなら一生ものの財産となるように思うそしてその方法は決して難しいものではない情報が津波のように押し寄せてくる今日情報に流されることなく それらの情報を活用してオリジナリティのある思考のみそれは何かの解決策や独自の決定アイデアの創出を生み出すための秘訣が示されていく著者がまず進めるのは考える上での癖を身につけることである癖がついてしまえばあとは勝手に実は結ばれていく癖が身につくまでは意識的な努力が必要だが身についてしまえば 自動的に実は結ばれていく。ノリの養殖にそれは例えられている海の中で網を張っていれば網の間にのりが付着し成長し隙間だったところがのりで埋め尽くされるそうした癖を身につけた上でさらに意識的な工夫を凝らすなら AI には決してできない考えを生み出すこともできるようになるそうした 練習方法も出ているが勧められていることは決して難しいことではないそして著者は終章を次の言葉で結ぶ考えることは決してつらいことでも小難しいことでもなく楽しいことなのですそのような著者の思いを漏らさず封じ込めたような本であるおすすめしたい以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。